皆さんこんにちは。今回は 3.8 螺旋個人使用率についてです。初日の使用率なので母数は少なめになります。ざっくりした敵の解説や立ち回りなんかは前回の編成使用率の動画を参照ください。それなりに役立つ情報を冒頭で話しております。それでは使用率が低いキャラから見ていきます。まず 0% なのは現状一人も使っていないって感じかな。一人でも使用すると 0.1% あるいは 0.2% になっているはずです。前回はバリアワリア中断体制でそれなりに適正ありましたが、レザーは今のところ 0% になっていますね。今回はゴリ押しができる敵配置なので、基本的には人気キャラが上位にいるって感じになりそうです。他のキャラたちは特に言うことないですね。ただ、火力出せる準備があるなら、エンヒアノエルでも今回はやりやすいと思います。続いて、2ページ目。カーベからリサまで。カーベは二妖怪化で固めのアタッカーとして、略術なんかと合わせるとかなり使いやすいですが、ナヒーダと合わせて使うならタノクサでいい感がすごいので、使用率は今後も伸び悩むでしょう。ただ、ユクアキと合わせやすかったりと、光るものは持っている感じですかね。そして、スクロースは意外と低い。12-1に関しては上でも下でも活躍の場があるので、使いどころはあるのですが、カズハが前回のピックアップ。今後も使用率自体は伸びなさそう。ガイアがスキン需要なのか、少し多い？こんなもんだっけ。運金は現在は良い宮に完全依存してるので、なんとなく察した。他のキャラはこんなもんかなという感じ。好きな人が使うキャラですね。一応左右は、激辛遺伝八重編成で、貴重な風ヒーラー枠としても使用可能です。続いてクレイからミカまで。クレイはピックアップですが、氷シールドが敵にいない。というか、クレイの使用率は敵が氷シールド持ちではないときは、基本的に伸びないので、ピックアップとはいえ検討してる。クレイは久々に少し浮上、二妖効果かな。ショートアルベドは現状、旬が過ぎた感じかな。シレットシャドウハスクとマトリックスが配置されてるので、イワパは若干向かい風だよね。ロサリア・ディオナは、凍結が編成では多い割に検討せず。レイラとトーマってこんなもんだっけ。放浪者が多いなら、その需要でしょうね。ミカはヨルアピックアップの影響があるとしても、かなり低め、やはり物理はダメなのか。続いて主人公全属性合計から、国性。この項目には、だいたい少し不人気気味のアタッカーたちが並ぶね。主人公は、なんやかんや 10% 程度をずっと維持してバージョン3を駆け抜けたね。ケナリは意外と低め？エウルアは、久々にバージョン3初期くらいの水準ですね。ピックアップ効果。カンウは編成パーツ的に他の編成に押されがち。イットは、比較的今回の敵が上も下もちょいきつめ。モナは凍結需要でしょうか？まあいつも通りの水準。ヨイミヤは前回ピックアップでしたが、さすがに、敵の配置的にきついか。キララは大健闘ですね。バージョン終了後も、硬いシールド特差という特権ですね。北斗は激化需要かな、今回もある程度高めの水準。国星は、バージョン3初期と比較するとだいぶ落ちましたね。比較的後半は激化か最低雷がいればギミックは突破しやすいので。ケナリア国星を見るに、かなりアルハイゼンのシェアが高いのか？あとは、超怪化という超強敵もいるので、さすがにそちらにも押されているのか。そして、忍からウェンティ。中堅アタッカーから、少し不人気アタッカーって感じ。ウェンティは周敵が生きる場面が多いので、前回に引き続き、ちょい高めの水準。ヨーヨは二妖が主に影響してそう。セノは、超怪化かな。12-1後半はともかく、12-2と12-3は敵が入れ替わらないので、今回の螺旋は適性が高めです。フィッシュルは大体これくらい。アヤトは安定的で特にぶっ飛んだ編成もないので、使用率自体は伸び悩むね。放浪者は後半ピックアップですが、祝福の相性が良い目。そしてアヤカ、凍結編成人気の割にって感じがしました。フータオも同様ですね。タルタリアは、比較的高めの水準です。そしてシャンリン、何があったってくらい低い。久々に 30% 台を見ました。
上は2浪、後半は激化とかそんな感じで敗れてるのでしょうか。忍、いつも通りくらいの水準です。忍のスキルの境界化は相変わらず使いやすいね。最後に上位陣です。まずは八重巫子、激化でかなり人気のキャラなので、アルハイゼンや手なりが高い時は一緒にかなり伸びます。今回は、激化にぴったりの敵も後半にいるので、かなり伸びたんでしょう。アルハイゼンは、激化も境界化も強いので、今回の後半で最も適性のあるアタッカーの一人ですね。前回ピックアップでしたが若干使いづらい環境だったので、その分、今回が伸びている可能性もありそうですね。ライデンはいつもより低めの水準。マトリックスが微妙に足を引っ張ってるのかな。激化の方がお手軽に透明解除できますからね。もうちょっと高い水準かと思っていました。ベネットは、ライデンが低いので低い感じでしょうか。あとは激化や境界化にはベネットがいらないので、それも影響しているのかな。あとはタルタリア編成も多いのは多いけど、2浪率が高いのもあるかな。勝利は、低めの水準です。上ではハスクが鬱陶しい。元では、アルハイゼンやテナリで需要はあると思いますが、上で使いづらいことが大きく下げた起因でしょうか。行く秋、境界化、フータオ、ライデンなど、基本的にどこにでもぶち込めますが、大きく減少。こちらもライデンの低下や2浪開花にはあまり編成されないことが原因か。薬術は今回も使用率が高め。2浪開花、激化などに枠目の草として優秀。ヒーラーをしつつ、元素反応ダメージ増加バフもできるので。開花、激化や雷アタッカー境界化の草枠として特に優秀。2浪開花にココミと合わせて採用されることも多いです。ただ、個人的には同じ役割を2枚添える編成が人気なのは意外。基本的には片方がいれば十分機能するからですね。まあ、ココミが熟知盛りできる利点が増えますが。結局水に封筒とかと同じ感じなのかな。キャラが揃っていれば、問題なく組めるけど。足りていないとちょっと組みづらいって感じ。ただ、限定ヒーラー2枚入れて強い編成が出てくるって。ある意味白術の実装は、新しい時代を作ったと言えるかもしれません。まあ、ようよ入りココミとかもそこそこ人気だったんですけれども。ここまでに何度か2浪の話出しましたが、12層前半の派遣でしょうね。持ってると基本的に前半で使うことをおすすめ。イエランは、境界化に入れると水付着頻度が低めなので、アルハイゼンやセノと合わせると草や超激化の回数が増えますね。後半では敵が散らばりやすいので、ロサリアスキルもですが、イエランダッシュの恩恵かなり大きそうです。カズハは上では集敵。下では12位置では集敵が大事。前回ピックアップだったこともあり高いですね。ココミ、2浪開花ではもちろん、凍結でも人気。今回はいつになく高いですね。1位はナヒーダ。まあ、今回は特に草が強烈でしょうね。ココミよりもかなり広げて1位。草編成をする上では抜くことはないくらい強いです。ということで今回は、個人部門でした。皆さんはどのキャラが使いやすかったですか？よかったら教えてね。ということで終わります。ご視聴ありがとうございました。さようなら。高評価チャンネル登録よろしくお願いします。